どうも、哲学とです。今回はハーバード大学流レポート論文の書き方入門の第3回最終回ということで、説得のある議論をするためのエビデンスの書き方、そして、哲学論文を書く上でのマナーについてお話ししていきたいと思います。哲学論文をより説得的にするためのエビデンス、証拠の提示の方法と、マナー、出典の明示や注意すべき表現について、詳しくお話していきますので、ぜひね、前回の、論文のね、を実際に書く方法、あるいは、前々回の初回に行った、哲学論文をそもそもなんで書くのか、そして、説得的な議論をするっていうのはどういうことなのかっていうことに関する、お話に合わせてね、見ていただければと思います。そしてですね、この動画シリーズは、ハーバードカレッジのライティングセンターの、ブリーフガイドトゥライティングザフィロソフィーペーパーという、哲学論文レポートの書き方についてのね、ガイドを、参考に、作らせていただいているので、ぜひね、こちらの、原文の方についても概要欄の方から見ていただければなと思います。過去の2回の動画についても、リンクを貼っておきますので、そちらから見ていただければと思います。そしてですね、こちらの、ハーバード大学さんの、担当者さんのご好意で、一応ね、訳出に関してかなりね、寛大なというか、自由に訳していいっていうようなお話をいただきましたので、ブログの方にね、私の、訳の方も載せてありますので、ちょっとね、英語を読むのは苦手だなっていう方も、ぜひね、この、ハーバード大学の、ガイドと合わせて私の訳の方も見ていただければなと思います。では早速、1、エビデンスの提示ということでお話ししていくんですけども、エビデンス、つまり証拠に、証拠を提示するということが、論文のね、客観性を示す家で大事になるわけなんですけども、いわゆるね、エビデンスの提示っていうのは、理系の論文なんかでもね、非常に大事な要素になってくるわけなんですけども、哲学者の場合は、議論の提示のために、例えばその科学的な一般化、数学的な機能法を使ったりとか、影響を使ったりとかしてもいいんですけども、あるいはその科学による、結果、動物の生態学についての、知見だったり、脳科学に対する知見ということを、引用したりとか利用するってことはあるんですけども、ただしですね、哲学っていうのは、哲学的な問題の解決を、そもそもその科学の方に求めるのではなくて、科学が、もたらしてくれるその知見っていうのは、哲学的な問題、例えば自由意志の存在を、肯定する議論をするんであれば、何を意味しているのか、そして、その脳科学がもたらしてくれる知見っていうものが、から何を結論付けることができるのかってことを、正確に、哲学の立場から説明して、科学者に、私たちが伝えなければならないことを正確に報告するってことに注意すると。例えばですね、最近だとね、そんなに単純な問題ではないということが、よく知られるようになってますけども、心と脳っていうのは、同一のものだよっていう、漠然とした主張っていうのが、存在してきたわけなんですけども、心と脳が、例えば同一であるということを示すためには、どういったその経験的証拠っていうものが必要なのか。私がその悲しいと感じているときに、脳のどういったね、物理的な状態っていうものが、その悲しみってことを構成しているのか。その、たとえその脳の、いろんな電気信号に、活動状態とか活性化状態ってことが分かったとしても、それイコール私の悲しみなのだっていうことは、なかなかね、示すのが難しくなってくるので、じゃあその脳のその活性化状態っていうものが、何を意味しているのか、そしてそこから何が導けるのかっていうことを、言う必要があると。そして、ちょっと、誤字ありますけど、心と脳が同一であるということを、主張するためには、どんな知識が必要とされるのかについて、示す必要があると。哲学者はある質問の答えを決めるために、どのような、種類の経験的証拠、
まあ、例えば科学はこういった形で、まあ、答えを提示したときに心と脳は同一であるという主張が、肯定されるというようなことを示さなければいけないと。そしてですね、もう一つ、まあ、哲学においては、論理的な関係の明示ということが非常に大事になってくると。二つの見解の間に、まあ、どのようにして、整合性が成り立つのか。つまり、まあ、このね、動画の最初の、第1回でやったように、前提1、ソクラテスは人間であると。前提2、人間は皆死ぬと。すべての人間は死ぬというのが、まあ、前提の2であったとしたときに、前提の3が、前提じゃない、そこか、その1、前提1と前提2から、結論として、ソクラテスは死ぬっていうような結論を導き出すと。で、まあ、これは、まあ、論理的に、まあ、論証が、まあ、が妥当であるっていうことが言えるわけなんですけども、まあ、その、論証の健全性、つまり、その、前提1、ソクラテスは人間であるっていうことが、まあ、事実かどうか、そして、前提2、すべての人間は死ぬっていう、命題が事実であるかどうかっていうことの両方が、まあ、満たされてなければいけないわけで、まあ、そういったね、その、論理的推論の、関係と、あとその事実に関する関係っていうのが、求められる。そしてもう一つ、まあ、論理的なね、推論の方法として、あるいはその成り立たない方法、まあ、配理法を使ったりとか、あるいはその、いわゆる帰避法と言われるような、まあ、配理法、帰避法と言われるような、方法によって、その、前提を受け入れた結果、それに矛盾する、結論が得られるので、誤りになると。そういったような示し方があると。まあそういった論理関係の明示っていうのが、まあ哲学の議論における、エビデンスの一つになってくると。そしてですね、もう一つ、まあ哲学の非常にユニークな部分として、まあ一般的な経験とか強い直感を根拠に議論を行うと。例えばですね、強い直感っていうのは、前回ちょっとお話ししたように、まあどんな場合でもやはりその、殺人っていうのは間違っているだろうっていうような直感。まあ、これは、まあ多くの人が共感するであろうっていうような直感なわけなんですけども、こういったものも哲学の議論の場合は、まあ科学的な根拠を示せるわけではないんですけども、当然この日常的な直感というものも、一つの論拠にすることができるわけですね。ただこれだけでもちろん、議論は成り立たないので、他の部分から、証拠っていうものを集めてくる必要があるわけなんですけど、あともう一つですね。まあ、これはま、心理学的なね、ものにも、当てはまると思うんですけども、遠くにあるものは一般的に小さく見えるっていうような、こういうような、一般的な経験の原則っていうことも使うと。まあ、こう一般的な経験だったりとか、ある種の、私たち全人類が、ほぼほぼね、共有してるであろう、その自然な直感っていうことも、使うわけですけども、まあ、ただですね、こういったちょっとその、一般化がまだ不十分なね、前提を使う場合っていうのは、その言葉のね、曖昧さ、まあ、この動画シリーズでは、そのスミスのね、議論の前提にある自由って言葉が多義的に使われているってことを論拠に反論を行ってたわけなんですけども、言葉の曖昧さね、まあ、その、殺人っていうことでどこまでのものを、含めるのかとかね、まあ、当然その倫理学の分野では、ある特定条件でのその、人を殺めるってことが問題になってくるわけですね。人工妊娠中絶の問題を認めるか認めないかとかね。母体に、悪影響が出るときに胎児の命を奪うことは許されるのかとかっていうような問題が、まあ、議論されるわけですけれども、まあ、そういうところをちゃんとその定義した上で使わないといけないと。これがまあ、二番目の動画で述べていたように、まあ自分がね、まあこの議論、この論文の中でどのようにその言葉を使っているのかってことをちゃんと示す必要があると。で、まあこういった注意を払った上で、まあ、カッコさんの一般的な経験とか強い直感を根拠に用いると。そしてですね、カッコ四番目、もう一つその抽象的な事柄を扱う場合は、まあ、仮定の例、例えばですね、思考実験とかですね、例えば、第1回の講義で使ったように、トロッコ問題のようなね、
全人の道徳性に関する議論を行うにあたって、直感的にイメージしやすいような、トロッコがまあ走っていて5人の、人がその前にいると。で、そのまま走ってしまえば5人が死んでしまうけれども、対比線に、トロッコを入れることで、その5人を助けることができると。しかしその対比線の先には1人の人間が立っているので、トロッコを切り替えることによってその1人の人間の命を奪ってしまうことは正しいのだろうかっていうね、そういったその、まあ議論を行うために、議論を整理したりとか明確にするために、こういった仮定の例、思考実験を行うってことも非常に、多く行われているわけですね。で、まあこのチャンネルではね、少しこう、エンターテインメント性の高い、まあ思考実験のね、動画なんかも作ってますので、ぜひねそういった動画も、ちょっと見て、哲学はどういった思考実験を行ってきたのかっていうこともね、見ていただければなと、勉強していただければなと思います。そしてですね、まあ括弧5番としてもう一つ、その哲学の論文で使ってはいけない証拠っていうことについてお話ししていきたいと思います。で、これはですね、哲学の論文に限らず、他の分野のね、まあ、あの論文でも、共通して言えることなんですけども、一つはその権威に訴えた、論証と、例えばその偉大な、権威のある人、アインシュタインがそれを主張したから、その主張が、真実であるとか、あるいはそのカントが言ったから正しいみたいな形で、その権威を用いて、主張を行ってはいけないと。まあ、カントの議論を持ってくるのはもちろんいいんですけども、カントの議論が、実際に行っていること、っていうのを、ちゃんと示さなければいけないわけですね。あるいは真実である可能性が高いと、まあ、主張してはいけないと。まあ、真実である、あるいは真実である可能性が高いということを、ただ、単なる権威から主張するっていうのは、まあ、哲学的な態度ではないと。哲学的っていうか、まあ、アカデミックな態度ではないと。そしてもう一つ、まあ、権威による論証に近いものとして、まあ、辞書を使うっていう、辞書の定義をそのまま持ってくるっていう方法ですね。これ、なんだろうな。私もちょっとこう、教えに行っていた大学で、まあ、たびたびあることなんですけども、なんかこう、哲学の議論をちゃんと、哲学というか倫理学に関する課題を書いてきてほしいって言ってるのに、その課題文にある、単語をそのままこう、広辞苑とかね、そういうとこ、広辞苑とか、あるいはその哲学辞典なんかで調べて、このことはこういう意味を持ってますみたいな感じで、辞書をね、引用してくる人いるんですけど、まあ、それはもうまさにその、哲学の論文を書くっていうことは、その哲学を、実際にその一人一人の生徒が行うことに、目的があったわけで、まあ、基本的にね、辞書っていうのは、それでも、大切なもので、辞書はどういうふうに使うのかっていうと、まずそのやっぱり一般的な用法っていうのを知るために使うと。あるいはその、やはりですね、最初から私たちも、論文の中で、使っているような用語っていうものを知っていたわけではなくて、やっぱり辞書の中で、論文に使うその言葉のね、正しい使い方を、調べたりとか、そういった方法で、まあ、辞書を使うと。まあ、その、つまり、その哲学的な主張、その論文の中で行う哲学的主張が、まあ、現実との対応関係にあると。哲学的な主張が正しいということを示すための議論の証拠として、この辞書の定義を引っ張ってくるということは、行えませんよっていう話を、お伝えしておこうかなと思います。このね、まあ、辞書を丸写しするっていうのは、まあ、レポートとしては、まあ、ご法度なので、まあ、ぜひね、これやってたっていう方は、まあ、今後はね、辞書は、言葉の使い方を使うため、使い方とか、あるいは一般的な用法っていうのを知るために使うっていう形で活用していただければなと思います。まあね、辞書丸写しは悪いとは言っても、やっぱりね、辞書を前に、ちょっと曖昧なことがあるたびに辞書を引くっていうのは非常にね、大事なことだと思いますので、ぜひね、習慣として続けていただけたらなというふうに思っています。そしてですね、次に、まあ、論拠の提示が、しっかりと行えて、
論文の論拠というのを客観的に示せたならば、あ、そしてですね、一つこのエビデンスの提示について一応言っておかなければいけないのは、このエビデンスを明確に示すっていうことは、自分のね、議論がまあ客観的であるということを示す一つの理由になるし、もう一つ、あなたが提示した議論に関して他の人が同じ方法で検証を行ったときに、ちゃんとその議論が正しいかどうかの検証が行えるっていうところが、そのエビデンスを提示することの一つの意味ですので、まあ、例えばね、その、一時期問題になったように、こう、論文の捏造なんかがあった場合、その、存在しないそのデータとか、証拠から、まあ、結論を導いてきた場合なんかは、まあ、その、再検証したときに同じ結果にならないっていうことが起きてきて、まあ、よくよく調べてきて、捏造であるってことが発覚したりするわけなので、まあ、このエビデンスの提示っていうのは、まあ、その、学問における倫理として、必ずね、守っていただきたいなと思います。まあ、哲学のその論拠っていうのは、少しその、抽象概念なんかを、まあ、今取り上げてきたように、抽象概念なんかを使ったり、まあ、するので、ちょっとね、難しいところはあるんですけれども、まあ、一般的なものであればね、その客観的なデータとか、そういうものの提示で、行えると思いますので、もう少しね、わかりやすいかなと思います。で、哲学論文のマナーということで、まあ、これは哲学論文に、関わらない問題なんですけども、まずですね、やはりその出典の明示っていうことは、確実に行ってほしいっていうことですね。まあ、他の哲学者の主張を、まあ、論文に使用するのは構わないが、まあ、適切なクレジット、つまりその、相手の著作物を、用いたってことを、断る必要があると。そしてですね、まあ、クレジットをつけた上で、まあ、引用するっていうのは、自由に行っていいと。なので、まあ、何ですかね。この、まあ、例えば、動画シリーズであれば、ハーバード、大学の、フィロソフィーに関する、まあ、論文ガイドを、まあ、参考にしてきてるわけなんですけども、そういうのもちゃんと示す必要があると。で、まあ、これに関してはね、ちょっと、日本語、日本の、レポートとか、論文を書くときの例をちょっと私の方で付け加えたんですけども、まあ、日本語のね、文献の場合、これはね、ちょっとその分野によって、どういうふうに、文献のね、出典明示をするかっていうルールがね、違ったりするので、まあ、ご自身が書くレポートによって、ちょっと、形式が変わってくること、可能性はあるんですけども、まずやはり著者名と、あとその、文献がいつ出版されたのかってことをまず示すと。で、まあ、哲学、まあ、特にその文系、文学部とかでよく使われる方法としては、本のタイトルを、二重かけ括弧で、まあ、くくって示すと。そして、もう一つその、まあ、詳しく書く場合は出版地、出版社名っていうのを、書くと。出版地はやっぱり載せた方がいいですけども、まあ、出版社名だけで書いてる場合もあるかなと思います。そしてその引用をどこから行ったのか、そのページ番号っていうのをちゃんと示すと。まあ、これはね、その、まあ、文末脚注で示す方法、文末にまとめる方法もあれば、そのページの下に脚注として示す方法っていうのもあるんですけども、まあ、いずれにしても、そのちゃんとページ番号まで含めて示すと。そしてですね、何かのそのジャーナルに載ってる論文っていうものを引用する場合には、著者名、出版年と、論文のタイトル。論文のタイトルは、まあ、哲学の場合ですと、この二重の、ダブルクォーテーションマークですね。で、囲ってあげると。そして、その、雑誌名ですね。雑誌のタイトルを、二重括弧括弧で示してあげると。まあ、いわゆるこう、冊子の形で閉じてあるものを、この二重括弧括弧で、閉じて、その中にある一つの論文。まあ、論文集の場合だったらね、いろんなその投稿者の方が論文をその中に収めているので、それをちゃんと示してあげると。なので、この著者名のところは、その論文を書いた方の、名前を入れるってことですね。で、まあ、こちらも出版地、出版年とか、あと、何ページの論文から引用したのかってことをちゃんと書いてあげると。そしてですね、まあ、大元のその、英語のね、文献を引用する場合なんで、英語とか、まあ、外国語の文献を、引用する場合は、まあ、タイトルをね、イタリック体、いわゆるこう、写体にする、ワードなんかの写体
ボタンがあると思うんですけども、イタリック体で表記するっていうのがルールになっているので、まあ、なんだろうな、YouTube の概要欄だと、ちょっとその車体にできなかったりするので、そういうところはちょっと、厳密じゃないんですけども、実際に、まあ、レポートや論文で、外国語文献を引用するときは、タイトルをイタリック体、車体にするっていうルールを覚えていただければなと思います。そしてですね、まあ、それ以外の、論文のマナーとして、まあ、他人のその議論を論文内で説明する必要がある場合は、必ず自分の言葉で、その議論に関わる論理的なステップを、まあ、論理的な構造を明確に理解した上で説明しなければならないと。これに関してはね、第2回の動画の中でもお話ししたんですけども、まあ、他人の議論というのを単にこう引用してくるんじゃなくて、他人の議論の内容っていうのを、自分の言葉で説明して、どういうふうに、理解したのか、その論理的なステップ、どういう、推論の流れをとってやってきたのかっていうことを、まあ、明確に理解して、説明しなければならないと。自分の言葉で説明すると。で、まあ、繰り返しになりますけども、その際に、引用、誰かの論文を引いている場合には、その、他人の論文の引用であることが分かるようにすることと、あと、他人の意見を自分がまとめている場合は、そのことをちゃんと、書くと。例えば、スミスの議論を要約するとこのようになるみたいな形で書いてあげると。そして、それに対して自分自身のオリジナルな意見を述べているときは、私は何々と考えたっていうような形で、ちゃんと、誰が、論じた、文章なのかってことを示さなきゃいけないと。そしてですね、もう一つこれは、いわゆる、哲学書を読む上での、マナーにもなってくるんですけども、著者がね、書いたことと、矛盾しない、最強の主張をしていると解釈して、哲学者の議論が明らかに間違っていると思われる場合は、自分の理解に誤りがないかどうかを慎重に、検討すると。つまりですね、まあ、哲学書を読み慣れていないというか、やはり私もその、まあ実際にその哲学の専門の大学で哲学を専門にして、哲学の専門家と呼ばれる先生たちについて、哲学の文献を読むようになる前っていうのは、やっぱり自分のその、浅い理解で、なんか間違ったこと言ってんじゃないかとかっていう安易なね、こう理解をしてしまったりっていうことが、起きてくるわけなんですけれども、まあ著者が書いたことと矛盾しない、つまりそのちょっとしたその書き方、レトリックっていうか、習字的な問題で、まあ、ちょっとその分かりづらい議論なんかがあった時なんかに、それをなんか、悪意ある曲解、この議論成り立ってないよみたいな形で、安易に判断しないで、そもそも自分の、その哲学書に関する理解っていうのが正しいのかどうかっていうことを、しっかりと、まあ、慎重に検討する必要があると。で、これが正しく理解できているかどうかっていうのを先生に示す上でも、まあ、ある哲学者の議論っていうのを、自分の言葉で要約したりとか、あるいはその中にある、議論の構造っていうのを示すってことが非常に大事になってくるわけですね。まあそういうことを、示すことで、まあ、採点する方法、先生の方も、どうもこの子は、このスミスの議論っていうものを正しく理解してないように思えるって時には、その、まあ誤解のね、誤解してるってことを示して、その学生に対しての指導っていうのも行えますので、まあ、ぜひね、まあ自分の理解っていうのをまず先生に伝えて、で、まあ、それが間違ってるっていう場合には、どういうふうにね、こう理解するのが正しいのかってことを専門家の先生に聞くっていうのがね、非常に大事になってくるかなと思います。そしてもう一つですね、まあこれもね、まあ、哲学を、まあ少しね、勉強した方、が陥りやすい問題として、まあ、哲学者の議論が正しいように見えてもそれに近い議論と混同しないように細心の注意を払う必要があると、これはねしばしばこう哲学の議論の中には、同じような話をしているように見えるようなね議論っていうのが、あったりするわけですね例えば、トロッコ問題の事例なんかでもそう
そうですけども、トロッコ問題が扱っている、倫理的な問題と、あるいはそれ以外の、別の、バリエーションの、トロッコ問題が扱っている議論っていうのは、少しね、論点が、変わっていることっていうのもあるので、まあ、その、極端な話を言ってしまえば、自分が、その論文の中で使いたいトロッコ問題っていうのをしっかりと定義して使わないと、なんかね、あたかもその近い議論と混同して、曖昧に論じてしまうってことが起きちゃうので、まあそれは、まあ注意しなければいけないと。まあ、このね、近い議論との混同っていうのは結構ね、まあ、起きやすいし、実際その、議論の混同っていうことを、まあ、示すような反論の仕方っていうのも、まあ、一つのやり方としてあるので、まあ、その、単純にこう、論理の構造だけが似てる場合とか、そういう場合もありますので、この議論が何を目的にして導入されたものなのかっていうのをしっかりと、まあ、理解しながら、哲学書を理解し、読み進めるっていうのが大事かなと思います。でですね、こういったその、まあ、誤読とか、あるいは、その、近い議論の混同っていうことを防ぐためには、まずその哲学論文っていうのを、まあ、非常にゆっくりとね、注意深く読む、訓練をするってことが、大事だと。まあ、特に英米系の哲学の場合は、その、なんていうのかな、私がやってたような、その、大陸系の哲学と違って、まあ、論文自体はその、まあ、5、6ページで、完結するようなものもありますし、まあ、何度も読んでもね、それほど、負荷が高くないというか、まあ、もちろんその、5、600ページあるような哲学の論文でも、哲学の文献でも、一度で理解できるなんてことは決してなくて、まあ、毎年ね、読み直したりとかっていうようなことがやっぱりどうしてもね、専門家になるためには必要になってくるので、まあ、繰り返し丁寧に読むってことを、行っていただけたらなと思います。まあ、本当にね、哲学のゼミとか演習とかに入ると、まあ、原文の哲学書、まあ、外国語で書かれているので、日本語のようにね、スラスラとは読めないことが多いと思いますので、まあ、一つ一つの、単語というのはどういう意味を持っているのかってこともしっかり調べなきゃいけない。ないので、まあ、ある意味でね、外国語の、まあ、哲学論文を読むっていうのは、まあ、いわゆるこう、今こういうふうにスライドに書いてあるような文章っていうのは、まあ、私たち日本人なので、まあ、スラスラと読んで、なんとなくの理解でどんどん読み進めちゃうってことがあるんですけども、まあ、英文で書かれているものに関しては、まあ、一個一個やっぱりちゃんと意味を通りながらね、哲学の場合はやっぱりその、文章の中でどういう指示関係があるのか、っていうのをちゃんとね、取らないと、誤解して読んじゃったりとかすることもあるので、やっぱりね、その、外国語の文献だと、まあ、やっぱり注意深く読むっていう練習には非常にいいんじゃないかなと思いますので、まあそうですね、まあ今回この動画シリーズやってると、いろいろと新しい動画のアイディアも思いつくんですけども、少しね、まあパブリックドメインで、まあ少しこう引用することに問題がないような、哲学の英語の哲学の文献を読むようなね、動画とか、あるいはその、参加されたい方がいれば、その、配信なんか、読書配信というか、購読配信なんかをやってみるのも、いいかなと思ってますので、もしね、興味ある方はコメントいただければと思います。そしてですね、これは、ハーバードのね、ガイドの方に、書いてあったんですけども、哲学をまあ、哲学はまあそもそも非常にね、難しく抽象的な議論を行っていると。まあ今回の動画でも、第2回の動画でもかなりね、抽象的な話を、何度も繰り返してしまったので、ちょっとね、飽き飽きしちゃった方もいるかもしれないんですけども、まあ哲学をまあやっぱこれ以上難解にしないために、まずそのあなたが論文を書く場合は、考えうる限り最も、明快で、そして、まあ、論理的な形で議論を展開するっていうことが大事だと。なんかこう、哲学界隈の人の中には、まあ、非常にこう、長々と文章を書いて、
なんかこれ自分自身のことについて言ってるような気がするんですけど、長々と文章を書いて、しかもこう論理関係が読みづらい、そういう文章を書くことが何かその哲学、何か深い哲学をやってるような風に誤解してる人がいるんですけども、よりね、そのなるべくその、必要のない議論をしないで、考えうる限り最もその簡単な表現、簡単な表現を使って、まあ、しかも、論理的にも、単純なっていうか、まあ必要最低限の形で議論を行うように、ぜひ心がけていただければなと思います。そしてですね、もう一つ、哲学のね、文献を引用する必要がある場合は、控えめに引用して、著者が何を言うにするのかを自分の言葉で説明すると。曖昧な、用語とか専門用語については、自分がどういう意味で使っているのか、どういう意味で、その用語がどういう意味を意味しているのかってことを説明してあげる必要があると。これもね、第2回の話で、少しお話ししたと思うんですけども、やっぱり引用は必要以上にやっぱりしないってことが非常に大事で、自分の、書いてる、論文を書くのに必要最低限のものを箇所を引用して、そしてその、引用した部分について、まあ著者が何を、意味しているのかっていうことを自分の言葉で、説明するということが、大事になってくると。そして用語の説明も、しっかりと自分の言葉で行うことが大事になると。そしてですね、括弧2として、まあサインポストを使おうっていう、部分なんですけど、まあこれはね、まあ英語の場合はね、まあ一人称の認証代名詞とか所有格代名詞を使って、誰のね主張かを明確にしようっていうお話なんですけども、まあ日本語の場合でも私は何々を何々という意味で使うと、例えばその用語の説明だったりとかね、あるいは私はスミスの議論を何々という意味で解釈するとかっていうような形で自分の理解を自分の、理解で使ってるってことをちゃんと、示すと。そうしないとやっぱりその、これは果たしてスミスの議論だったのか私の議論だったのかっていうのが分からなくなってしまうので、しっかりとこの、認証代名詞っていうのを使って、示すと。まあこれをね、まあサインポストとか、まあ特徴的な言葉全般にやっぱり言うと思うんですけども、つまりとか、そういう言葉の使い方ですね。つまりとか、言い換えるととか、そういったね、形で、今何、論文がどういうふうな、議論を行っているのかっていうことを示すサインポストっていうのを、効果的に使おうっていうことですね。そして、括弧3番。あ、で、この、英文の例の場合、英文の例に関しては、ハーバードのね、ガイドの方に、いろいろなね、英語論文で、使われる、サインポストの例っていうのが示されてますので、ぜひね、ハーバードの、ガイドの方を見て、使えそうなものを、使っていただければなと思います。まあ、ちょっと話はね、ずれますけども、ハーバード大学に入学しなくても、ハーバード大学の、哲学の講義が受けられる、コーセラとかのね、オンライン講座、いわゆる MOOCs と言われるサービスがあるので、そういうところだとね、かなり、まあ、日本国内ではなかなか受けられないような哲学の、面白いテーマの講義なんかがね、オンラインの、いわゆるこう、YouTube とか、Zoom のような形の、動画で、いろんな哲学の、講義っていうのを聞いたりすることができるので、ぜひね、MOOCs で調べて、そういった哲学の講義も、見ていただければなと思ってます。そして括弧3番目として、主張すべきことを正確に述べて必要以上のことは書かないと。第2回のね、結論ではまあ新たな議論を展開しないとかっていう話もしたんですけども、まあ主張すべきことを正確に述べて必要以上のことは書かないってことがまあやはり大事と。何か打足的な、エピソードを追加したりとかするってことは、その論文の評価を下げることになりますので、もしね、必要な主張を終えて、まあ課題で求められたページ数、まあ例えばその、日本語のレポートだったら、
獣医師を、肯定する議論、あるいは否定する議論について反論も含めて、3000字以内で、述べようとかなってた時に、自分の議論が終わって、まあ、文字数を調べてみたら2000字ぐらいしかないと、あと1000字何を書くんだって話になった時に、変な、水増しをしたりとかね、そういうことをしないで、さらなる、まあ、裏付けが必要となる可能性のある前提条件、例えばその前提条件のところに、まあこれはね、まあ今回の例で言うとスミスの議論なんかにあるような、まあ反論が来そうな、例えばその曖昧さとかっていうものがあった場合に、それを明確するために、明確化するための、主張。つまりその肯定的な、議論ですね。そういうものを追加してあげるとか、あるいはその手順を、探したりとか、あるいは、まあ、自分が想定した反論、まあ自分が考えうる限り最強だと思える反論に答えられたとして、さらに、まあ少し、その反論とは違う種類の反論で、まあ有力な反論がある場合は、それをね、追加の反論として、まあ提示して、それに対する回答も行うと。まあ、言葉のね、多義性についての反論があったとして、もう一つ、例えば、事実に即した自由意志の、否定論に対する反論っていうのを、もう一個追加してあげるとかっていう形で、答えるというようなことも行うといいかなと思います。そしてですね、4番目として、まあ、専門的な表現には、まあ、注意が必要ということで、まあ、哲学では、特定の用語とかフレーズっていうのが、まあ、その、対象に特有の特別な狭い意味で使われていることがあるので、その使用方法っていうのをよく理解して用いる必要があると。例えば、推論とか、インクルードディダクションとか、あるいはその疑問を投げかけるとか、ベックザクエッションとかっていうのもよく使われるわけなんですけども、こういった言葉っていうのは、まあ、特定の意味で使われているので、なんか安易にこう持ち込まないということが大事になるわけですね。まあ、まさにこういうことを、まあ、調べるために、哲学の辞典なんかを使っていただくといいんですけども、まあ、例えば、他には、まあ、有効であるバリードとか、無効であるインバリードとか、あるいは健全であるとか、不健全である。まあ、これは先ほど、論理学の健全、不健全という話をしたと思うんですけども、まあ、そういったところでね、こういうサウンドとか、アンサウンドっていうのを使うので、ここに関しては、まあ、議論を説明するために使われるので、議論というか推論を説明するために使われるので、安易にこうこの議論は健全だよねというか不健全だよねっていうのを感覚的に使っちゃうと、それは論理的な、まあ、健全さとか不健全さの話をしているのっていうふうに誤解されちゃうので、ちゃんとその哲学の専門的な用法については、正しい使い方をすると、あと曖昧であるっていうことも今回登場しましたけども、まあ、こちらはその用語や概念っていうのを説明するのに使われたりするので、まあ、しっかりとその曖昧っていうことの意味も、哲学の使用方法に沿って、示す必要があると。そしてですね、まあ、今回で、第1回、第2回、第3回と、ハーバードのね、哲学論文の書き方についての、ガイドを、日本語にしながら、お話ししてきたんですけども、まあ、他のね、哲学の解説動画とか、あるいはそのレポートの書き方に関する動画なんかも、概要欄の再生リストにまとめてありますので、ぜひね、まあ、この動画シリーズで、まあ、ちょっと詳しいところを知りたいなっていう方は、そちらの動画も参考にしていただければなと思います。まあ、今回、まあ、英語圏のね、哲学の、レポートの書き方をお話ししてきたんですけども、まあ、このね、議論の提示の仕方っていうのは、まあ、他の分野だったりとか、あるいは、日常のね、仕事の中で求められる、論理的な文章の書き方っていうことにも応用が効きますので、ぜひね、まあ、そういったことにも、活用していただいて、まさにこう、生きるための学びとして、こう、論理的な文章の書き方っていうことをね、身につけていただければなと思います。そしてですね、まあ、私のチャンネルでは比較的こう、私が、今まで、経験してきたことの中で、皆さんにね、皆さんの生活の質っていうか、質とか、あるいはその、生活の中で、楽しめる事柄っていうのを、まあ結構ね、いろんな分野にわたって、動画として扱ってますので、
まあ、まあ主なものとして私は、情報系のね、大学の教員をしているので、情報処理技術者試験の、対策講座のね、動画だったりとか、あるいは、まあそれ以外の IT 資格の動画だったりとか、私はもともとその、大学院を出た後一度システムエンジニアをしていたので、まあシステムエンジニアの就職だったり転職に関する、動画、転職に役立つような動画っていうのも撮っています。あと、私自身が、まあ哲学のね、大学院を出て、まあ社会人をやっている中で、まあ、興味を持ってね、心理学に、興味を持って勉強し始めたっていう経緯もあって、まあ通信制大学についての動画、いわゆる社会人になってから、通信制でまあ大学を卒業するっていうことに関する動画なんかも撮っています。そしてまああと哲学や心理学の解説動画なんかも、投稿してますのでね、ぜひ動画の高評価と、チャンネル登録の方もしていただければなと思います。まあこの動画シリーズに関するね質問とかあるいは、今後の動画でねこういった内容もね説明してほしいなとかっていうことがありましたら遠慮なくねコメントで質問いただければと思ってます。今回はね、3回にわたる、動画になったんですけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、次回の、動画もよろしくお願いします。哲学とでした。